レッスルマニア36は WWE が主催するペーパービューイベントかつ年間最大で世界最大のプロレスイベントレッスルマニアの第36回大会2020年4月4.5日に WWE ネットワークで放送された当初はフロリダ州担保のレーモンド・ジェームス・スタジアムで開催される予定だったが新型コロナウイルスの大流行の影響で会場を パフォーマンスセンターに変更となった。さらに開催日を NXT テイクオーバーが予定していた4日を追加し2日間拡大。前身の WWF 時代からペーパービューイベントとしては史上初めて観客なしで行われた。当初会場予定だったレーモンド・ジェームス・スタジアム開催地は2019年3月7日に発表された。パでの開催は初。 前後には、アマリーアリーナで、WWE 電動入り式典、スマックダウン、NXT テイクオーバー、ロー、タンパコンベンションセンターでは、レッスルマニアアクセスが行われる予定だった。しかし、新型コロナウイルスの世界的大流行でた、団体のイベントも中止する中、WWE は、予定通り実施すると表明。3月16日、WWE は、 タンパでの開催を断念。オーランドのパフォーマンスセンターで無観客で行うことを発表。3月18日、中止となった NXT テイクオーバー。タンパベイの穴埋めとして4月4日も開催が決定した。また、進行役に元 NFL 選手ロブ、グロンコースキーが務めることが発表。グロンコースキーはレッスルマニア33に登場したことがある。 さらに3月21日には同大会前後を含む TV ショーを集中的に収録。3月25.26日に本大会収録をするとポインスイラーが報じているというメインイベント1月26日にヒューストンで行われたロイヤルランブルで優勝したドリュー・マッキンタイヤは翌日のローでブロックレスナーとの WWE 王座に挑む決意を表明。 その後、スーパーシオダウンでリコシェから王座を防衛したレスナーと正式に王座戦が組まれる。2月27日のスーパーシオダウンで行われたガントレット形式トゥアイク敗戦。アージ・スタイルズは終盤まで生き残り、あとはレイ・ミステリオを撃破するのみとなった。しかし、スタイルズはミステリオ手下であるカール・アンダーソンとルーク・ギャローズに襲撃させる。 そのまま勝利かと思われた矢先、ジ・アンダー・テイカーが登場。ジョークスラムを喰らい、あと一歩のところでトゥワイクハイを逃す。3月7日の RAW にて、スタイルズは本大会で、テイカーへの挑戦を発表する。2月27日のスーパーショーダウンでゴールドバーグは、ユニバーサル王座をダッシュし、翌日のスマックダウンで、次期挑戦者を、ロマン・レインズを指名。しかしレインズは、 コロナ感染と2018年に公表した白血病の合併症の懸念から4月3日、スマックダウンで相手をブラウンストローマンに変更して対戦する。その他の試合一方女子ロイヤルランブル戦を制した女王シャーロットは NXT 女子王座を標的にリアリプリーを襲撃する。2.16NXT テイクオーバー、ポートランドでの王座戦。 防衛に成功したリップリーはシャーロットを襲撃。シャーロットはレッスルマニアでアオーゼと堂々と王座戦予告を宣告した。去年のレッスルマニアで史上初女子の試合でメインイベントとして行われ、ロースマックダウン女子王者をダッシュしたザマンベッキー・リンチは3.8に行うエリミネーションチェンパー戦で6人で次期挑戦者を決定。アスカを破った。 NXT のシェイナ・ベイズラーが挑戦権を獲得した。ありがとうございます。